御前崎市で間もなく稼働する予定だった発電施設でトラブルです。発電の原料となる泡状のものが配管から漏れ出しました。周辺では異臭が漂っていて住民が困惑しています。腐ったような鼻につく匂いが立ち込めています。あちらにあるドームの形をしたバイオガスの発電施設で液体が漏れたということです。配管から漏れ出した黒っぽい原料は敷地いっぱいに広がり、フォークリフトを埋めてしまっています。トラブルが起きているのは、発電を手掛ける業者クークスが御前崎市白輪に建設中のバイオガス発電施設です。この施設では食品の食べ残しなどを微生物に分解させ、発生したバイオガスを使い発電します。今月中旬に発電を開始する予定でしたが、微生物と食べ残しなどが過剰な反応を起こし、逆流した原料が配管の隙間から流出しました。少なくとも4日前から原料の泡は漏れ出しているということです。この原料によって周辺には異臭が漂い、住民が困惑しています。3、4日もっと前かな、ちょっとここでも風のね、奈良へってこう東寄りの風、あの時はちょっと匂ったんだけどね、ちょっと嫌な匂いだなって。クークスは薬品を投入するなどして事態の鎮静化を図ろうとしていますが、原料の漏れはまだ続いていて、収束のめどは立っていないとしています。